神奈川県川崎市川崎市の歴史では、現在の神奈川県川崎市の地域での歴史を述べる。川崎市は1971年8月に札幌市、福岡市とともに、政令指定都市となった。1971年の行政区画審議会を経て、川崎市は川崎区、幸井区、高津区、中原区、多摩区の5区を設けた。1982年には、 高津区南部の宮前地区を分けて、宮前区が、多摩区西部の下記を、岡上地区を、主として、麻生区が分けられた。横浜市、横須賀市に次いで、神奈川県下3番目の都市として、川崎市が誕生したのは1924年7月1日のことであった。川崎町、大市町、三行村の2町1村が合併したのが始まりで、その後合併を続けて、 現在の地域が確定したのは1939年のことである。市政以前は現在の地域と横浜市の一部を合わせて羊群と呼ばれていた。1938年10月1日に羊群に最後まで残っていた稲田町、宮前村、生田村、向ヶ丘村が編入し羊群は消滅した。1939年3月27日に 続き軍柿尾村と岡上村の川崎市への合併が承諾され、これをもって続き軍も消えた。1623年に東海道の川崎塾が作られた間川の私の場として賑わい、明治時代末期の近代工業の誕生で、川崎は常に時代の先端を行く成長を遂げてきた。農村部は江戸、東京向けの産品を出荷する近郊農村として発達し、 港湾部は、京浜工業地帯の一部として、港湾施設も整備され、工業都市として発展した一方で、工業や、交通の公害、乱開発などの社会問題に直面してきた。旧石器時代以前満腹寺悲山公園西側の、隣接地の大禅寺五層は、今からおよそ140万年前の地層と、推定されている。大禅寺五層からは、 アケボノゾウのウスバの化石が見つかっている。小田急戦争の稲田のボリト病院付近の崖から、130万年、前のトドやアシカの化石が発見されたことからも、証明されるように、100万年前には、多摩区、麻生区とその周辺はほとんど海であった。多摩ニュータウンから、八王子方面にかけては、ゾウが生息できる草原、湿原が広がっていたと推測される。 麻生小学校の隣接地にあるカキオ M 店からは、川崎市内では他に例を見ないカリサメの葉、カニ、単体サンゴなどの多くの化石が発掘され、多摩丘陵の土台となっているカズサソウ群の研究の発祥地となった。カキオ M 店は、カズサソウ群が一部露出している地域の一つであり、海底にあったカズサソウ群が隆起して、 玉丘陵の原型が作られたのはおよそ50万年前とも言われている。玉丘陵の原型ができてから現在までの間に、川崎市域は大きな海新が3度あったと認められている。一度目の押沼海新は約30万年前に起こり、当時の海岸線は現在の玉くすがと宮前区比江原を結ぶ線上付近にあった。二度目の下末吉海新は、 およそ15万年前から10万年前に発生し、溝口、野川、千年に地層が堆積された。三度目は工述する、縄文海新である。川崎周辺で最も古い遺跡は、稲城市、坂浜の玉ニュータウン471バイト遺跡で、6万年、前と推定される先時時代の石器が発見された。東高根森林公園北側の下遺跡からは、 二万六千年前の打製石符が発見され、これが川崎市域最古の考古資料となっている。麻生区黒川の黒川東遺跡では二万四千年前の石人、早期などが発見された。縄文時代縄文時代の貝塚の死木地貝塚から発見された土器は死木地式土器と呼ばれている。この時代の貝塚は他に高津区新作、久本などで発見されている。 他に、南、加瀬海塚などがある。麻生区の金ほど、向原遺跡では、縄文時代中期の縦穴式住居跡が約110件発掘されている。黒川宮天遺跡では94件の縦穴式住居跡のほか、平安時代から近世にかけての遺跡も発掘されている。縄文時代には、玉丘陵の原型ができて、 以降の前日の三度の大きな改心のうち最後の改心があった。これは、縄文改心と呼ばれ6300年前から6000年前にかけてが最盛期で、この頃の海岸線は中原区区内と高津区千年を結ぶ線上にあったと推定される。弥生時代縄文解体後の弥生時代の遺跡としては、東高根遺跡があり、 3世紀頃から8世紀にかけての古代人集落跡が確認されている。古墳時代秋草文壺、慶応義塾大学所蔵。発見された古墳時代の遺跡の中でとりわけ大きいのは、風山で発見された風白3古墳である。全長87メートル、高さ10.5メートルの前方公園墳は4世紀の終わり頃に作られたものと推定され。 その規模から南武蔵一帯を支配した強力な主張が悲壮されたと考えられる。1937年に慶應義塾大学にが行った発掘調査により、同古墳からは古墳時代初期の三角円新重鏡などが発掘され、古墳の裾に掘られた平安時代末の土壕からは厚み用の秋草分壺が見つかった。古墳時代の遺跡は西福寺古墳。 マギヌ古墳など、カジガヤ古墳群と呼ばれる遺跡が、数多く発見されているが、いずれも規模は、カセ白山古墳ほどは大きくなく、これらは、地域の主張や有力者の墓であったと考えられる。他の古墳群として、カセダイ古墳群やカニガヤ古墳群がある。宮前区県造には、神奈川県内で唯一埴輪生産が確認された、白井坂蟹羽窯跡がある。 用語王七7世紀頃に成立した武蔵国の国府の府中から海へと通じる道の府中街道沿いにある最も近い国倉地帯として、吉祝軍はいち早く農業地帯として開発された。1000年、伊勢山台北遺跡は軍河の跡と見られ、この地域が古代吉祝軍の中心地であった。遺跡は律令国家で成立した武蔵国吉祝軍の肖像であり、 この西方400メートルの地点にある養合寺は、軍寺であった可能性が高い。養合寺とその周辺から出土した平河原の調査から、養合寺創建の年代は7世紀後半から8世紀の初めと推定される。立領下の武蔵国吉珠軍には、吉珠、高田、五宅、阿賀多森の4つの里が当初は置かれ、後に駅下京が加わった。このうち吉珠京は、 養合寺の一帯、高田郷は、横浜市港北区の高田町一帯、五宅郷は、河川白山古墳のある北河川、南河川一帯、駅下郷は、高津区、末永,永周辺、阿賀多森里,里については、津田山周辺と推測されている。奈良時代には都に通じる関道の東海道があり、羊群の小高に駅が置かれた。小高から、江原郡の多い駅に向かう人々は、 マリコの私を使った、伊勢総ウ鎌倉時代12世紀に、鎌倉幕府が成立すると、政治文化の中心地は、相模国鎌倉に移った。鎌倉に通じる鎌倉街道とその指導網が、設けられ、平間、マリコあたりで玉川を渡る、下の道と、間、上りと、溝の口あたりで分かれて渡かする、中の道が、主要道となった。玉丘陵は全面に玉川が流れ、 救害をなすので、鎌倉防衛の前線として重視された。鎌倉幕府の御家人で、稲毛荘を支配した稲毛三郎重げなりは、小沢城や増形城を拠点にし、市場は丘陵に点在していた。稲毛三郎重げなりの着し小沢重政は、小沢城の城主で、この地周辺の領地を治めていた。南北町、室町、戦国時代増形城も、小沢城も、 重成、なり、の時代には、戦場として使われた記録はなく、南北朝時代に入った1351年に、足利高氏の弟忠義が、高氏と対立した時に、小沢城を前線基地として使用した記録がある。増型城が最初に文献に登場するのは、戦国時代の1504年の立川原の戦いにおいてで、上杉秋貞と戦った。 伊勢総務イの拠点として登場する。マルコは、都選場として開けた村で、戦国時代にも往来は盛んであった。世田谷地域が開けて、江戸と小田原が直結する、ヤグラザー王冠ができると、西の私が重要な都選場となった。安土桃山時代1590年、小田原城陥落区により、北条総務以来の小田原北条氏の関東支配は、途絶えた。 同じ年の8月、豊臣秀吉の命を受けた徳川家康は三河を離れ、江戸に入国した。江戸時代近隣農村の治業割の政策で、現在の川崎市域は次々と天領、旗本領が形成された。小杉御殿跡江戸の虎の門と平塚の中原を結ぶ中原街道が最初の感動となり、二代目秀忠は小杉に小杉御殿を作った。 三大将軍、家光の時に五十三時が整うまでは、小杉御殿のある小杉村とマリコの私のある上マリコ村が、川崎市域で最も人々の往来が多く、繁栄していた。川崎塾は六百二十三年に、世紀の宿液として発足した。八百六十三年の川崎塾には、本陣二軒の他に平畑後39軒、飯売り旅館三十三軒があり、 翌1864年の記録では、飯いもり所が66人いた。東海道川崎塾は、江戸に入る門戸として重視され、中原街道、矢倉沢王館、津久井堂などの脇王館も、江戸との交流は盛んであった。日家両用水玉川流域の各村は川に接して、いながらも、水位が低いため川の水を、水田工作に利用できなかったばかりか。玉川は、 洪水の度に流路を変え、しばしば農民を悩ませていた。地水と農業用水の確保を目的として、江戸に入府した徳川家康の命により、大漢の小泉寺大部吉次が日経量用水の改作を指揮し、1611年に完成した。18世紀に入ると、川崎塾、田中本陣の田中急具による用水路の大改修が行われた。日経量用水は、 川崎の農業を大きく発展させた用水だが、日照りが続いて、水が不足すると、上流と下流の村が水論で激しく対立する場でも、あった。総延長32キロの日経量用水は被害を受ける。範囲も広く、1821年に起こった、溝の口水騒動は、その対立が、顕在化した一例であった。江戸時代は、農村社会の貧富の差が拡大し、 用水部身の夫役、川崎塾や甲州街道の布田塾などに妊婦を出す、スケゴ役などの負担で、仮想農民の暮らしは困窮した。1787年の飢饉時には900石高の天領の上戸村でも打ち壊しが発生し、中野島村、上戸村の二村の農民は、上戸、前寺丸垣の原木江戸時代中期以降、江戸の商品経済が発展すると、 江戸近郊の川崎市域、とりわけ、中原街道、大仙街道、津久井道など秋を乾沿いで、農業の傍ら商業を営む者が増えた。大善寺村の前寺丸柿、黒川村の墨、一の壺、区内の草花、溝口、上りと付近の菜種油、木月、一の壺のそうめんのほか、草履やわらじ、むしろ、こも、ざる、俵などが販売目的で生産され、 川崎塾や江戸に商品として出荷された。農業の兼業として出発した農館漁業は農村の大きな現金収入源となり、本格的に商売に転身する農家も増えた。大使河原の村の製塩業は、漢文年間に始まり、江戸を中心に各地に販売された。品質や評判は、阿穂や瀬戸内の塩が、はるかに上であったと言われ、江戸時代中期以降、 海上交通が整備されて、瀬戸内の塩が安定供給されるようになると、大使河原野の塩は、魚屋の縦塩や、豆腐の行固用に使われた。また、池上神殿の開発で知られた、池上太郎左衛門も、ここの名主であった。塩田は、明治時代初めまで存在したが、その後の工業化で姿を消した。稲毛漁で採れる米は、稲毛米と呼ばれ、江戸でも、 人気の良質米であった。江戸時代後期になると、稲毛米を原料とした酒や醤油の製造が盛んになった。とりわけ、溝の口の稲毛屋は、酒造とともに醤油の醸造も行って豪商となり、江戸の醤油株仲間のリーダー的存在であった。醤油作りは、天保年間には、稲毛漁では、溝口、上りと長尾村に、それぞれ一軒ずつであったが、 幕末の慶応4年には八村十県に増加し、銚子屋野田の醤油と競うほどであった。菜種油製造は、古くから宿屋やその周辺にあったが、外国との貿易が始まるときとに次いで、菜種油が人気となり、専業にするものも現れた。慶応年間には、岩川村、長尾村で製造が行われた。幕末に安政後過酷条約が結ばれ、横浜が、 開港地となると、横浜へ、地理的に近かった川崎でも、輸出品である木糸の生産が、盛んに行われた。宿河原の関山五郎衛門のように、養蚕技術を本に表す、特農家も現れた。川崎大師大本堂川崎大師は、薬除け大師として信仰されるようになり、特に、江戸時代後期から、江戸庶民の交絡の対象として栄えた。1813年には、 徳川家成の参拝が行われ、以後歴代将軍の公式参拝は、慣例となった。明治時代自由民権運動国会開設の実現を目指す自由民権運動は、神奈川県下では、総集で始まり、1880年から翌年をピークに3玉で拡大した。府中街道とヤグラザー王冠の交差地点にある、溝の口村の上田忠一郎の家は、 羊群の自由民権運動の一大拠点となる。上田家は原町殿から東京へ出る民権化の宿液となり、自由党副総裁中島信之をはじめとした名だたる運動家が集まった。上田中一郎は醤油で財を成した稲毛屋の七代目当主で1879年に神奈川県会議員に選出されるとやがて家督を譲り、政界に身を投じる。 長尾村新木の井田文蔵と共に1880年9月19日に、溝口の宗高寺で、羊軍で初めての聖壇演説会を開催した。渡田村出身の山田大蔵は、大元人資格を1877年に35歳で取得し、自由党の大元人として、弾圧からの民権運動の擁護で全国で活躍した。 1890年7月に行われた初の衆議院選挙では最高自由党から出馬し大差で当選した。1898年までの8年間で基礎軽減や地下修正運動で民党議員の一人として活躍した。丸山京幕末から明治にかけて封建制の解体による大きな社会変革に伴い新党を基盤とした新宗教が 全国各地で成立した。1875年、上戸村の伊藤六郎兵衛が起こした丸山橋も、その流れの一つに位置づけられる。丸山橋は、富士信仰の一派から発展し、津久井街道を通って信者が上戸に集まるようになった。1880年には、玉川の河原で祈る会が行われ、 村人口が千人教であった頃の上り戸に7から8千人の信者が集まった。1884年から87年の松方デフレの時期、農民は非常に困窮し、丸山教の指導者の一人の西ケ谷平四郎は信者を広く獲得し、これらの信者が高知を放棄したり、租税を収めないなどの騒ぎが大きくなった。 自由民権運動の流星とちょうど時期と地域が重なっており、政府当局は両方が結びつくことを恐れていたため、丸山教本院は西ケタニヒ四郎を追放。この騒動は落ち着いた。地域の発展と地区定宿駅転馬性の廃止と1827年の新橋、横浜間の鉄道開通で、川崎町は宿場町としての役割を終えて急に錆びれたが、 明治時代中期には、川崎大使への参傾客で、再び活気を取り戻した。川崎停車場の前には160台以上の人力車が待機し、参傾客を運んでいた。1899年1月21日のお大使様の日に、六号橋駅から川崎大使への門前まで大使電気鉄道が開通し、エレキで走る車として話題になった。 明治30年代前半から川崎協立銀行など金融機関が集まり、1913年には吉祝軍役所が川崎町砂子に移転し、川崎町は周辺地域の流通拠点となってくる。川崎遊郭の将棋の数が最大になるのは1912年で324名に上った。有吉忠田田和玉川はたびたび水害を起こしていた。 明治40年、43年、大正2年の水害は、特にひどく、築堤を望む声が高まった。1914年、三行村の村会議員、秋元騎士郎が、網傘をかぶった一団を率いて、神奈川県庁に陳情した網傘事件を受けて、新任の有吉忠和県知事は築堤工事を開始し、大正7年から15年をかけて、 玉川川口から九時までの間に堤防が作られた。堤防工事によって中原村マリコ橋近くの青木根、松原通りの集落は立ち退きを命じられた。また、水害を起こすたびに玉川の流路は変遷を重ね、川の左右に飛び地が散在する状況となっていた。明治40年、43年の水害の後には、府県を挟んだ飛び地は、 堤防整備の障害となりうるという判断のもと、神奈川県と東京府の境界線を玉川上に引き直すという法案が成立し、1912年4月1日に施行された。川崎市と東京都の境界はこの時のものが引き継がれているが、線引きが変わった名残として、とどろき、うなね、ぬのたなど玉川の両岸に同じ地名が存在している。 農漁業の変化大使河原の村では、明治の初めから海苔の養殖が始まり、大正初期には養殖漁科は450個を数え、東京湾内でも有数の海苔の名産地となった。1893年には大使河原の村の特農家、大間達次郎が、多産で病害に強い品種の梨、長寿老梨を育成し、瞬く間に地域に普及した。長獣郎梨は、 玉川梨との商標で出荷され、大主河原の村は一大生産地となった。田島村では、徳農家の吉沢虎之助が1898年に、伝桃という桃の新品種を育成し、全国に広まった。これらの梨、桃の栽培は、大正期に入ると、次第に玉川を北上し、稲田村まで広がった。大主河原の,の梨、 桃栽培は1917年10月の台風による高潮で痛めつけられた。多摩川下流域の梨栽培を決定的に衰退させたのは1918年から始まった多摩川の堤防工事であった。この工事で果樹園だった河川敷の土地はそっくり買い上げられた。中原村、高津村、登戸村は古くからの街道筋の宿場町で、 それぞれ市街地を形成していたが、周辺部は全般的に農村の面影が強かった。住吉村の一の壺は日本草花の栽培。宮前村のマギヌは柿栽培。柿尾村や岡上村では甘柿の禅寺丸がそれぞれ盛んに出荷された。柿尾村と生田村では養蚕が農家の副業として行われた。工業化と郊外、労働葬儀川崎に、 初めて進出した大工場は1907年に三行村南河原に建設された横浜製糖川崎工場であった。同年に東京電機が創業を始め、その他富士防石川崎工場、浅野セメント、日本蓄音機商会、日本交換、鈴木商店、伊須津自動車、第一セメントなど従業員1000人以上の企業が次々と進出し、川崎町は 京浜工業地帯の中心の一つとなった。鈴木商店は川崎町根崎に工場を完成させ、1915年から創業を開始した。工場から排出される塩素ガスが公害をもたらし、1923年には大市町の漁師約1200名が鈴木商店川崎工場に押しかけてノリの被害の責任を追求したが、鈴木商店は その都度若干の解決金を手渡すのみで抜本的な解決とはならなかった。富士ガス宝石工場は1925年に工事が完了し、創業を開始、以後戦前まで全国でも有数の宝石工場であった。昭和初期まで多い時で6000人前後が働いていたが、その多くは現在の小学生、中学生の年齢の少女が、 当時の全国の他の宝石工場と同じく、劣悪な環境下で働かされ、社会問題化した。多くの労働葬儀の中で、1930年の煙突男事件は、日本よりも海外で大きく報道された。京浜運河と新経和京田島村から町田村の海浜では、浅野総一郎らによる広大な埋め立て地造成の事業が開始された。 品川と横浜の間の海は未だ遠浅で、転覆事故が相次いでいたことから、浅野総一郎は、景品運河の建設も手掛けた。臨海部の埋め立て地には、日本港管補課大工場が進出した。浅野セメントは、粉塵問題で、東京、深川で住民と対立し、1917年に川崎に工場を移転した。地元の反対を押し通した移転後も、 周辺への粉塵被害は大きく、大正から昭和にかけて、梨やの李生産に被害を受けた大使河原の村ほか、周辺住民はしばしば集会を開き抗議行動を行った。1927年には大市町代表が国や県に抗議を行い、同年8月29日には大市町民およそ200名が浅野総一郎社長宅に押しかけるという事件も起こった。 工場の建設に携わる労働者は、地方出身者で、労働条件や賃金をめぐるトラブルは絶えず、明治時代後半から、労働運動は自然発生的に始まった。u 愛開発の地方支部となる川崎支部は、1913年に発壊し、大正時代の川崎の労働運動に影響を与えた。大正、昭和時代関崎町では1921年6月に、 待望の水道が不設された。それ以前はニケ療養水の水を生活用水として使用していた。そのため1886年のコレラ流行時には、川崎町で患者60人のうち40人が死亡。大主河原の村で53人のうち43人が死亡。羊群内では338人の患者が発生。そのうち254人が死亡していた。 市の合併話はこの水道不設から現実味を帯び、大正11年には大市河原の村と三行村の給水が開始されたことをきっかけに、山町村は合併、1924年に川崎市となった。1923年9月1日の関東大震災では、東京や横浜のように大規模な火災こそ発生しなかったものの、川崎市域全体で、 全壊家屋2916、半壊家屋4455、死者383人、行方不明16人の被害を出した。工場が集中する川崎町、田島町、大市町の三町が被害全体の76%にあたり、特に富士川崎工場は、全一12800坪、半壊2600坪、建物19棟が崩壊した。 とりわけ夜勤明けの徐行が眠っていた寄宿者の倒壊は3時となり、圧死者154名、重症者34名のほとんどが地方出身の女子労働者であった。震災時のデマによる朝鮮人の虐待は川崎南部でも発生した。富士坊川崎工場の後片付けに雇われた2名、田島町塩浜で1名、川崎駅前で1名の朝鮮人が殺害された。 川崎町小トロでは朝鮮人と間違えられた。日本人1名が殺害された。現在の川崎区と幸区の一部を市域として人口5万人で出発した川崎市は1933年に中原町を合併した。マリコ教科協の寄付金で町財政が苦しくなったことが要因の一つであった。その後次々と 玉川沿いの北部の町村を合併し、1940年には人口31万人の都市となった。この人口増加は町村合併と日中戦争以後の軍事工場の新設ラッシュによる。1936年には従業員5名以上の工場が103であったが、37年に137、38年に250、39年に447と増加し、 それにつれて全国から労働者が流入した。玉川の砂利の採掘は、江戸時代から行われていたが、あまりに大量に掘ったために堤防が壊れやすくなったこともあり、1934年に玉川の砂利採掘は禁止された。砂利採掘事業は、陸掘りへと移行することとなり、東京横浜電鉄が中心となって、東京川崎砂利株式会社が設立され、 とどろき緑地一帯の砂利採掘が行われた。採掘跡は、戦後釣り池となり、東横水橋と呼ばれた。新鶴見新号場1925年に工事が、開始された新鶴見総社場は地域に影響を与えた。羊群の中マリコ村、中原町、日吉村、鶴見町にまたがる、総面積8000ヘクタールの広大な土地へ工事に、河瀬山は切り崩され、 東横住宅や三菱重工の建設敷地に使われた。土地の人々は買収、道路問題、移転量の問題で苦しんだ。九時円筒分水資金難により、日経量用水が用水組合から川崎市の手に委ねられると、神奈川県は平瀬川と三沢川を改修し、九時円筒分水を作り、上、河原の園庭を作った。 当時の技術の域を集めたくじれん分水は1941年に完成した。1939年には、軍需工業都市を目指し、日本初の公営工業用水道を作られ、京浜工業地帯は軍需工業に一変した。すでに開通していた南部ジャリー鉄道が、工業地帯造成の資材を3玉から運び、工場は、地域内陸部に次々と進出した。 第101連隊が再編されて、内地防衛の東部62部隊ができると、軍部は実戦訓練用の軍用地に、玉丘陵の向こうが岡村と、宮前村、横浜市の元石川町にまたがる広大な農地と、山林の強制収容を1940年8月に開始し、溝の口演習場とした。同じく1940年に、生田村の増形型山に、 陸軍科学研究所が移転し、2年後の1942年に、登りと研究所として、独立、秘密兵器の研究、開発、指導に当たった。1942年11月には、宮崎大に、溝の口兵舎が新設され、1528人の兵隊が駐屯した。戦争の拡大で、成人男子が次々と戦場に送られる中、 重工業の労働力は小学校や高等科を卒業した少女が担った。川崎の労働力不足を補うため1942年12月、全国から女子勤労報告隊の受け入れが始まり、1943年には北海道や東北の労村女性1万人が川崎の軍需工場に就労した。1944年8月、 川崎市では3年生から6年生の学童7500人が、現在の伊勢原市を含む神奈川県中軍など、県内の農村地帯と川崎北西部の丘陵地帯に疎開した。軍事工場の集中する川崎は1942年4月18日に、本土初の空襲に遭い、1944年から集中的な空襲を受けるようになった。 災害の空襲は1945年4月15日夜10時頃から始まった川崎大空襲で臨海工業地帯と蒲田など東京南部が攻撃目標であった空襲警報は16日午前1時10分に解除され明け方5時頃に沈下した空襲全体の被害は全搬傷家屋は3万を超え工場は287 罹災者は死者を含め10万人を超え、川崎市域では死傷者、約1000人、負傷者、約1万5000人と言われる。1943年に39万人余りいた、市の人口は、敗戦時には20万人余りに落ち込んだ。昭和、平成時代戦後復興と行動経済成長1945年8月30日から、神奈川県に進駐を始めた、連合国軍は、 元の軍事施設や軍事工場を接収した。食糧難の時代でも、まだ、川崎市域には1000ヘクタールの農耕地が残っていたので、県は、食糧の自給と工業用水の利用のために1946年から4年をかけて、資材も人力もない条件下で三沢川を改修、宿河原園庭を作った。闇市は、市内の各所に設けられ、例えば市役所前の疎開や土地に、 約100、大師停留場付近に、約20、東横線新丸子駅前通に、約20、溝の口駅前に、約100、登戸駅前には、約30の店が並んでいた。金美館チェーンを所有していたミスは、戦後の1945年10月にいち早く、川崎銀星座を復興し、1946年の間には、合計6つの映画館を、 次々と作り出し、娯楽を求める大衆に敏感に反応した。焼け野原となった京浜工業地帯からいち早く稼働したのは、1945年12月の昭和電工川崎工場で他の工場も続々と創業を始めた。1946年2月には昭和電工川崎工場に昭和天皇が行行した。 後編市長の死費の着服と深縁の不当獲得が明るみに出たことで1946年5月に退職、代わって川崎市発の後園市長に金指し藤太郎が選出された。1959年、金指し市長は臨海部に新しい埋め立て地197ヘクタールを造成、千鳥町と名付けられた。この敷地に、 日本石油化学をはじめとした企業軍がコンビナートを形成した。さらに1962年には埋め立て地445ヘクタールの浮島町が完成し、当年石油化学をはじめとしたコンビナートが創業を開始し、日本最大の石油化学コンビナート地帯の軽量工業地帯の一翼を担った。京浜運河には人工島の大儀島が造成され、 1976年11月に、この場所で、日本交換京浜製鉄所が創業を開始した。住宅供給と乱開発主人公の成長は、凄まじく、廃線直後20万人であった。主人公は23年後の1968年には91万人を超えた。東急電鉄の五島啓太の田園都市構想のもとに、 宮前地区の土地買収から1953年に着手し始めると、北西部の土地投機は加熱し、高度経済成長に乗って、多施設系企業も開発に参入し、スプロール化に拍車をかけた。区画整理に反対する運動は、神奈川県川崎市への陳情や、横浜地方裁判所への訴訟へと発展した。田園都市建設の事業は、1969年夏には、 ドバ宮崎地区で強制執行が行われるなど多くの紛争を強行突破した。1956年に施行された首都圏整備法は規制市街地の周りに緑地帯を確保することを定め開発を抑制するものであった。当初、東急の開発予定地域はそのほとんどがグリーンベルトに指定されていたが、1958年、東急の働きかけにより、 金沢市長は開発予定地を住宅地域に指定、返し、1961年には横浜市も東急の要求を受け入れた。ニュータウンゆりキを全国に知らしめたのは東京映画制作の映画、喜劇駅前団地であった。森重久や友野純三郎、フランキー堺、井、淡島千景が出演する喜劇映画でゆりキの名が実名で登場した。 封切りされたのは、第一団地の入居が完了した九百六十年秋で、この翌年の第二団地入居者の競争率は百倍を超えた。開発優先の傾向は、九百六十五年五月の被査生肺津波事件の人災を招いた。国鉄川崎火力発電所の残骸で、被査生の大宿を埋め立てて、宅地を造成したが、長い梅雨で肺の山が崩れ、肺の津波は、 住宅15件を飲み込み、24名の死者と17名の重軽傷者を出した。公害問題と訴訟工業発展とともに公害が問題となり、住民による反公害運動は活発化した。早くも1951年には東渡りだ、住民がバイエ園ガス防止対策の会を作って市へ陳情した。1963年臨海地域はエ園規制法による 規制地域に指定、1969年には、大市田島地区が公害病救済特別措置法の指定地域になった。川崎の公害反対運動は、全国の他地域よりも遅れ、ようやく1970年に公害病ともの会が発足された。1970年、川崎市、横浜市、神奈川県と日本交換は、全国初となる。 公害防止協定を締結した。川崎市は公害病認定制度を施行、基幹支援に対する医療介護手当の支給を決定した。公害問題の紛失は工業一辺倒であった金指市政に対する批判を生んだ。1971年4月に7期28年間を務めた金指市長は辞任し、伊藤三郎が市長となる。百七十一年、 現在の川崎区全域と幸玉区のほぼ全域が大気汚染地域に指定され、上平間では初めての全速発作の学童犠牲者が出る。大気汚染注意法は1969年29回、1970年19回、1971から75年は、それぞれ7から9回と減少し、主要47工場の硫黄酸化物の 年間排出量は1972年の56,919トンから1978年1万83トンに減退した。1970年代の登録非認定患者は4,158人に及んだが、1975年をピークに年々減少した。川崎市の公害病認定患者は、1994年までに5,911人。 死者1500人を数えた。1982年、川崎郊外訴訟枠に、公団及び14企業を相手に、臨海部に住む全息患者と遺族119人の原告となって一時訴訟提訴が始まり、1994年の判決後控訴に及んだが、1996年に原告に対し14企業が謝罪、約31億円で和解した。 国と公団に対する訴訟は継続し、1999年5月の東京交裁で最終的に和解合意された。工業の交代と再開発ラジオな川崎プラザ、神奈川サイエンスパーク1959年に制定された工場立地法と首都圏の規制市街地における工業等の制限に関する法律により、一定基準を超える工場の新増設が制限された。 川崎市では、給料地の西部を除く全域に適用され、大規模工場の新増設は外部に用地を求めて、移転せざるを得なくなった。1972年の工業、再配置促進法では、工業集積の高い地域から低い地域へ工業を誘導しようとするもので、川崎は工場移転を促進する側に置かれた。これらの工害防止の法整備に伴う市外への、 工場移転は同時に川崎の工業地域の空洞化、工業都市川崎の体質を改変する結果となった。従業員100人以上の事業所の数は1970年の243工場から1995年121工場に減退した。工業従業員数は1969年の225,868人を最高に減少し、 1998年には11万230人、以後は10万人を下回った。1990年までの川崎の工業、製品出荷額は東京23区、大阪市に次いで全国3位を占めていたが、その後定調となり横浜市、名古屋市を下回った。1970年頃からは市外への工業の分散、移転が盛んになり、工業生産から、 研究開発事業への転換を図る企業が増加してきた。市内各所の工場跡地は工業地として継続使用されたほか住宅地や学校に転用された。工場跡地のうち駅付近の市街地については商用利用と再開発に利用された。1989年、幸区の日立製作所跡地には超高層ビル二棟を主体とした 新川崎三井ビルディングと住宅団地が建設された。川崎駅西口の東芝工場跡地は2001年に一切の施設を整理し、大規模開発により、横浜製党跡地を含めた場所には、ラゾーナ川崎をはじめ、高層ビルが建てられた。高津区池外鉄工跡地は、神奈川サイエンスパークに変わった。ありがとうございます。